絶望プリズンが帰ってくる。いやー、切々気がつくてよ。絶望プリズン、前回で、第6章のラストってことで一旦完結したんですけども、なんと、第7章以降もあるということで、今回そちらの方を実況したいと思います。前回で、ノーマルエンドを実況して、実況外の方でトゥルーエンドを見てきました。トゥルーエンドはね、制作者側のサイドの人から、実況は禁止ということで、実況動画としては出せないんですけども、興味がある方は見てください。ダウンロードして自分でプレイして見てください。結構感動的な終わり方だったんで、もう、見てほしいですね。その後、第7章はどんな展開で始まるか、第6章の展開があった上での続きの話なんか、第6章よりちょっと前の外伝的な話になるんか、ちょっとわからんところなんですけど、やっていきたいと思います。これでーす。第7章、嫉妬と涙。思ったお前がメインキャラクターなのか？とうとう第1章から出てきながら、メインという晴れるような立場にいなかった思ったがとうとうメインのキャラクターになってますよ、これ。絶望を再びってタイトルやな。ってことはトゥルーエンドの後の話なんかな。よっしゃ、やっていきまーす。第7章、嫉妬と涙。この物語はノーマルエンド後の話です。信之のドッペルゲンガーが浄化され、みんなの記憶から信之と過ごした記憶が消えてしまった後の出来事です。あ、アフターストーリーなんやな。ノーマルエンドとトゥルーエンドはちょっと違う時間平行線の話ってことで、ノーマルエンドとトゥルーエンドは違う話なんじゃ。その上でノーマルエンド側の話やけん、トゥルーエンド見てなくてもとりあえず内容は大丈夫ですよっていう内容になっとるみたい。もちろんトゥルーエンド見てほしいけどね。そんな感じですね。へえ。ため息なってついてどうかしたんですか？なんか最近暇だなーって思って。そうですね。お前らちゃんと仕事しとんかな。ドッペルゲンガーおらんようになってお前らクビとかなるんじゃないだろうな。お前ら仕事ないからクビ転職活動しよう。転職活動。お前ホットペッパー大量発生したドッペルゲンガーもオカウト部の彼らのおかげでほとんど退治できたし、一段落って感じですからね。そうなんだけどよ、こうもやることがないと退屈しすぎて死んじまうって。デスノートの死神かお前ら。退屈すぎて何もやることないから適当に人殺していますみたいな感じのやめろお前。デスノートの死神みたいになったんだよお前まあ確かに。え、どうしたんですか、猫彦。くんくん。くんくんくん。ともやむくん。におうぞ。なんですか、急に。私はちゃんとお風呂に入っていますけど。は？何言ってんだ、お前。だって、猫彦が、何か匂うって言うから。ちげえよ。ほら、お前も気づかねえか。この嫌な感じ。来るぞ、新しいドッペルゲンガーが。ああ、いきなり冷圧を刺したみたいな感じになるなお前そうですね。でもどうして。もうドッペルゲンガーの事件は解決したはずなのに。にゃあ、本当にあのクルスはヤバいやつらの集まりだな。学校中のヤバいやつ集まられて作ったクラスみたいな言うなよお前。やめてあげろ。ちゃんとしたやつもおるからな。多分。そうですね。そうですねで終わらすなお前。まだ忙しくなるね。なわけで新しいドッペルゲンガーが出てくるのは前兆が。海進学園2年 B 組の教室では、ゲーン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 。この出てだいぶ前にやったよね。
ただ鬱陶しいだけだからやめてって視聴者がおるだろうに。やるからね、俺は。じゃあ、今日はここまでだ。気をつけて帰れよ。はあ、やっと放課後か。なあ、翼。出た、思った。お前メインキャラクターだってな、今回。おめでとうな、思った。ようやくお前にも日の光が浴びてきたな、お前。ちょっと相談があるんだけど。ん？おもたくん、どうかした？可愛い女の子なら紹介しないよ。なんでわかるんだ、翼。今日、俺、部活休むわ。え？何かあったの？ちょっと気分が悪くて。嘘だな。え、おもたくん大丈夫？熱でもあるの？いや、熱とかそういうわけじゃないんだけど、あまり体調が良くなくて。そっか、少し心配だね。まあとにかくちゃんと保健室に行った方がいいよ。ああ、心配してくれてありがとうな。まあ実は、僕も今日は部活を休もうと思ってたんだ。え、翼くん大丈夫？体調。え、大丈夫？翼くん。翼も気分が悪いのか？いや、ちょっと用事か。あ、用事ね。あ、じゃあしょうがないわ、翼くん。ちゃんと用事済ましてから、ちゃんと部活の精入れてな。おもた、お前はダメだからな。おもた。ねえ、翼。早く来てよ。待ってるから。え、でも。早く。遅れたら承知しないから。あれ？なんか君ら仲良くなかったような気がするんだけど、どうしたお前ら。幼馴染とはいえ仲良くなかったはずやぞ、お前。どういうことかね、君ら。何かできてるのかな、翼くん。ああ、わかったよ。ごめん、おもたくん。僕、行かないといけない用事があるから。じゃあね。おう。なんなんだ？お前らいつの間にできとったんって感じになってるよ。あんちゃんが翼を呼び出した。もしかして翼の用事って。翼くんがアンサーと二人きりで出て行ったんだけど、一体あの二人なんであんなに親しくよな。あんま仲良さそうじゃなかったもん。ねえあなた、あの二人について何か知ってる？出た、ダークサイド静か出ました。そりゃそうなるよね。自分以外の女と二人で出ていくところなんか、こいつが見たらこんな顔になるわなって思っとったわ。さあ、知らないって。どうして？あなたは翼くんの彼女ですよ。認めたくないけど。だから？というか、あなたには別に関係ない話でしょ。ええ、ふん。ねえ、さなえさん、今すごく気分が悪いのでしょうね。話しかけないでくれるかしら？ああ、ダークサイド怒ってますね。これは翼くんに問い詰めますね。問い詰めるかな？なの？あの女。ほんと嫌味なやつ。翼くんはあんな目ひら女のどこがいいの？そりゃあ、見た目可愛いからな。ざわざわざわ。カイジ入りました。なんかカイジ入りました。はい、疲れた。どうしたの、まっちゃん。昨日夜遅くまで勉強しててさ、あんまり寝ないんだよね。大丈夫？また英語の再テストだったのか。あ、そうやな。まっちゃんあれやな、ノーネームをノーナメとか読みよったもんな。そういや、まあ昨日頑張ったおかげで今回は再テスト一発で合格できたんだからさ。合格できたのはふみちゃんのおかげだよ。ふふ、本当によく頑張ったわね。え、どうしてふみちゃんのおかげなの？
昨日、ホムちゃんの家で泊まり込みで勉強してたんだ。朝方までみっちりね。そうだったんだ。いいな、楽しそう。いやいや、るいちゃん、全然楽しくないよ。ふみちゃんって勉強のことになると超スパルトだから。そうなんだ。おお、なんかちょっと想像できそうな気がする。さすがは学年トップの成績だな。そういえば、しんのすけくんも数学が苦手だったわよね。今度、教えよっか。いや、俺は間に合ってるから、大丈夫だ。大丈夫か、しんのすけ。掛け算できるか、お前。はぁ、ダメだ。もう元気が出ない。なんか甘いものを食べないと無理。ここにアンパンマンが現れたら、僕の顔を食べないよって、あんこが入ってるから甘いよ。そんな感じで来るのだろうか。それなら、ほらよ。え、これお菓子くれるの？ああ、今朝実家の和菓子屋の仕込みでできた失敗作だ。味は悪くねえから食えよ。ありがとう。パク。おいしい。なあなあ、しんのすけ、これからも失敗作あったら私ちょうだい。ふん、覚えてたらな。うん、いいやつやな。シロ、呼んできたぞ。皆さん、お揃いですね。おー、来たな。あー、ってことは今回この感じからしたらさ、あれやな、信行おらんのやな。それそうやもんな、ノーマルエンドでお別れしたもんな。今回から信行なしのこの6人ってことになるんか。信行という存在がみんな覚えてないもんな。ちょっとそれを見よったら悲しい展開になるけど、そういう世界線ってことになるよな。お待たせしました。遅いぞ、シロ。すみません。さてさて、それではオカルト部の活動を始めましょうか。今日は何をするんだ？ファミコンか？ねえ、まあ、僕が言い出したらファミコンっていう話、ちょっとそういう流れ作るの良くないじゃないですか。そのことについてなんですが、少し気になる情報が手に入ったので、みんなに聞いてほしいです。気になる情報？それってドッペルゲンガー事件に関係すること？まあ、関係なくはないと思います。はあ、ドッペルゲンガーの事件だと。いやいや、俺たちが気づきのドッペルゲンガーを浄化した時、もうドッペルゲンガーの事件は起きないって言われてただろ。そうだったわね。その事件のことは覚えとんやな。一体どういうことなんだ？マーチさん、あの写真を見せてください。あ、これなんだけど。ああ、そうかそうか、その写真はまだ残っとったもんな。なんだ、黒い写真。つい最近気づいたんだけど、私のスマホに勝手に保存されてたんだ。こんな写真撮った覚えないけど。それに、真ん中にいるやつって、誰だ？ああ、そうか。ノーマルの後になるけどさ、若いで記憶を失った後ってことでこういう展開になるわけ。写真はまだ残っとるってことやな、やっぱ。さあ、やはり皆さん、同じ反応ですね。もしかして、シロの言う気になる情報って、この男のことか？そうです。撮った記憶がない写真、集合写真と、謎の青年、誰も何も覚えていないなんて妙だとは思いませんか？でも、写真がある以上、これは現実にあったということよね。意味わかんねえな。うん。ふうふうふ。ですが皆さん、こういう謎こそ、オカルト部の活動にふさわしいですよね。なので、これから、この謎の青年について調べましょう。なるほど。調べるって展開になるのね。ほう。これから？はい。でも、一体どうやって？それは、今から考えるんですよ。相変わらずの見切り発車だな。はぁ、こうだったらシロ君は止められないからね。そうね。それでは皆さん、いつものバーで作戦会議と行きましょうか。
了解。こんなヒントもない写真だけが頼りって、お前警察官でも難しいわ。お前来たチェース。あら、あなたたちいらっしゃい。アブさん、こんにちは。いつも場所をお借りしてごめんなさい。ふうふうふう、別にいいのよ。そうだ、ふみちゃん。はい。この間、トールちゃんが店に来たわよ、お父さんが。お父さんめっちゃ来てますからね、ふみちゃんのお父さん、ここの。トールちゃんって、あ、父のことですね。そういえば、理事長先生とアブさんは幼なじみと聞きました。そうなの。私とトールちゃんは学生時代からの幼なじみなの。結構、付き合いも長いのよ。うん、理事長、理事長わざわざ会いに来たわけでほんま仲いいんやな。全然関係なさそうな二人に見えるんやけどな。それこそ、アブちゃんがまだ3歳くらいの時に、私とフミちゃんは一緒に公園で遊んだこともあったしね。え、そうだったんですか？覚えてない。あの頃のフミちゃんもすごく可愛かったわ。へえ、フミちゃんの小さい頃の話か。気になるな。え、ふみちゃんってもしかしてお尻のあたりにあざとかあるの？いそうやな、なんか。ふみちゃんってさ、お尻にあざと、あざあるのよね。嫌やな、みんなの前でそんなこと言われたらふみちゃんすごい嫌やな。聞きたい聞きたい。私も。ちょっと、みんな。恥ずかしいから、やめて。ああ、いいですね。僕もすごく興味があります。シロ君まで。ふふ、ふみちゃんが恥ずかしがってるから。この話は、また今度、ゆっくりね。ねえ、ふみちゃん。最近、お父さんとは、うまくやれてる？え？トールちゃんが、最近ふみちゃんと、どう親子の会話をすればいいか、わからないって。悩んでいたのよ。あ、ちょっとなんかお父さんも娘のことをちょっと認めてあげようと思うようなところがあるんやな、そういうことは。うん、娘の趣味っていうか将来なりたい自分っていう像をさ、後押ししてあげたいなって、そういうところがあるんかな。父がそんなことを？だから時々でいいからトールちゃんね、話しかけてあげて、きっとすごく喜ぶはずよ。はい、わかりました。へえ、理事長先生って計画で仕事でしか興味なさそうなのに、意外にふみちゃんのことをちゃんと大事に思っているんだね。そうだね。と、そうだ。そういえば、あなたたちに言わなきゃいけないことがあったんだったね。うん？言わなきゃいけないけど。え、これでさ、私、来月店閉めるからとか言われたら、ええー、ってなるよ。あれって、ね、あれ本拠地してたんですけどね。ここ本拠地として使ってたんですけどね。来月、アブさんさよならパーティー始まるぞ。ええー。猫彦ちゃんたちから伝言を預かっていたの。猫彦たちからの伝言？なんであいつらがあら伝言が？一体それって。詳しい事情はわからないんだけど、緊急事態だから絶望プリズンに来てくれって言ってたわ。緊急事態って一体何が起きたんだろう？ただごとではなさそうですね。その時だった。その瞬間めまいがして、僕たちは気を失った。来た。絶望プリズンにいざ呼ばれとんかな、これ。早速。来た！絶望プリズン。久しぶりの絶望プリズンです。久しぶりの絶望プリズン。HZB。久しぶりの絶望プリズン。いた。ここは？どうやら絶望プリズンに連れてこられたみたいだ。にゃはは、よく来たな、お前ら。
猫彦？私もいますよ。てめえら、いきなり俺たちを呼び出して何のつもりだ。それに緊急事態って一体どういうこと？ああ、そのことなんだが、どうやらまたお前らの学園でドッペルゲンガーが発生しちまったみたいなんだ。え？またドッペルゲンガーが？そうなんです。でももうドッペルゲンガーは現れないんじゃなかったの？まあ今思えばさ、もうドッペルゲンガーは現れねえって何でわかるんだって話になるけどね。逆に言えばよう考えたら、なぜそう言い切れる？なぜそう言い切れるんだいみたいな感じにはなるよね。今考えたら俺たちもそのつもりだったんだけどよ。まあ現れちまったもんはしょうがないだろ。なんだよそれ。なんだ台風が起こっちまったからには仕方ないから対策してくださいみたいな、そんな感じの感覚で思うよ。災害なんか、ドッペルゲンガーって災害なんか。とにかく早いところそのドッペルゲンガーを倒さないといろいろ危ないことが起きるってことね。そういうことだ。話が早くて助かるぜ。にゃーはー、楽しんでるだろお前。だからまたお前らに協力してもらおうと思ってな。もちろん協力してくれますよね。謝礼は？もちろんですよ。ふふふ、またこうして事件を調査できるなんて。好奇心、ワクワクが止まりませんね。おいおい、シロ、あの写真の青年についてはどうするんだよ？もちろん、謎の青年についても調べていきますが、まずはドッペルゲンガーの事件を解決しないと。そうだね。ドッペルゲンガーを放置していたら本人が殺されちゃうんだし。じゃあ、決まりだな。よーし、話はまとまったようだな。それでは、皆さん、ドッペルゲンガー隊長、よろしくお願いしますね。待てな。それだけ？別にこれ、これだけの話でするんだったら別に絶望ポリス呼ばんでよくない？呼ばんでよくない？お前ら心に呼びかけることできるだろう。別に連れてこんでも呼びかけてこっちから話しに来るだけでいいやん。なんでわざわざこっちの世界に呼んだんお前。なんでだよ。戻ってきました。翌日の放課後。キンコンカンコーン。さて、それでは、ドッペルゲンガーの調査を始めましょうか。でも、そうは言ってません。まず、ドッペルゲンガーの事件が起きないことには。存在があるってことだけ聞いてさ、まだ事件起きてないよな、そういえば。推理しようがないっていうかさ、推理する事件がないよね。タイミングが良すぎる！わーお！タイミングが良すぎるぜ！お前絶対待ってただろお前。キャーで言うタイミングちょっと待ってくれてただろお前絶対お前。タイミングが良すぎるわお前。台本か！お前台本渡されてんのか！って言ってるそばから早速事件が起きたみたいだな。3階の方から声が聞こえてきたね。急ぎましょう。ここって確か生徒会室だったっけ？はぁ、はぁ、一体あの悲鳴はどこから？先輩！え？向こうの方から声が聞こえるぞ。どうやら美術室の方ね。美術室か。急いで行ってみましょう。あー、来たわ。そうじゃ。ここキスケ殺人事件の時ちょっとトリックがどうのこうの場所で来たな。大丈夫か。はあ、これはお、え、ああ、これはしずかちゃん。しずかちゃんになんか変なんかぶせられてなんか捕まえられてる。これはしずかちゃん。何あのキモいマスク。
おい、この長い髪、これってもしかして、しずかちゃんじゃないのか？そうね。てか、マスクの下に何か赤いものが見えてないか？もしかして、血？まさか、マスクの下の顔がずっとするんじゃ。そう。これは、まだまだやばい事件が起きてしまいましたね。いや、怪奇事件はばっかなんよな。なんか怪奇事件ばっかなんだよな、なんかこういうさ。こういう倒れとる人間が出てきたりしてさ、もうなんか小説とかにしてもういいような感じ。ゲームだからな、それはゲームだからな。単純な殺人事件とかじゃちょっとゲームとしてなんか味が薄いよな。美術部の後輩、そんな先輩ね、ねえあなた、ここで何があったの？それが、私もさっき部活のために美術室に来たらこんなことになってて、ひどい。早く静香さんを助けてあげましょう。静香ちゃんが狙われたか。だから嫉妬とかタイトルにあったんかな。嫉妬されそうだもんな、静香ちゃん可愛いから。よっしゃ、調査パート。なんかエッチな感じがする。こう後続の体勢がなんかエッチな感じがする。なんか写真撮っておきたいんですけど、スクショ撮っとこうかな。これスマホやし。じゃあ下ろしますね。静香先輩。あ、反応がないね。私先生を呼んできます。お願い。どうでもいいけどさ、ここに映っとるふみちゃんの絵、立ち絵見てみて。めっちゃおっぱいの膨らみでかいんですけど。それにしてもひどいな。近くで見るとやっぱりマスクの下の顔から血が出てる。ああ嫉妬っていうぐらいやけんな。あれか、美人な顔を台無ししてやろうっていう、そういう犯人の意図が見えるんか。このマスクも取ってあげようよ。そうですね。どうなったのかな顔。うわあ、傷ではなかった。よかったけど、美人な顔を台無しにしたってことを考えたら、やっぱり嫉妬っていう言葉が似合うな、その犯人の目的。これは、うわ、やっぱり顔が血だらけ。おいおい、早く止血しないとやばいんじゃないか。そうだね。私何か探してくる。ちょっと待って。いや違うわ、これ血じゃない。絵の具か何かで描かれているだけよ。よな、怪我してないなって思ったよ。俺もなんか塗られとる感じだったもんな俺。ズタズタになってたらどうしようかと思った。大丈夫、呼吸もしてるみたい。どうやら意識を失っているだけみたいですね。でもどうして顔に絵の具なんて。やっぱ嫉妬なんだろうなって俺は思う。やっぱ静香ちゃん美人だから、その可愛さに嫉妬してこの犯行に及んだっていう。ドッペルゲンガーってさ、そういう何かに対しての悪意っていうかさ、意思がなんか犯行の内容に関わってきてるところあるよな。だからこそ静香ちゃんのことに嫉妬した犯人がこう顔を台無しにしてやろうって持っていった結果がこれってこと。これよく見ると罰印？確かにそう見えるな。マスクの中にも何か入ってるぞ。これは何、これ写真か。これわっ、マスクの中から大量の写真が出てきた。この写真は全部静香ちゃんだな。そうだね。
あれ？でも、この写真、なんか妙だよ。ん？静香ちゃんが奴隷垂らして寝てるところとか、誰かを睨んでいる顔とかばかり映ってる。わははは。静香ちゃんの哀れもない姿ばかり撮ったっていう写真集。写真集そんな顔、コアな写真集売れるかな。俺は買うけど。睨んでいる顔？あの優しそうな静香さんが。そう、そういえば静香さんにはそういう一面がありましたね。第一章、三章やな。ちょっとメンヘラっぽい性格というか。そうだったのね。なるほど。そういう静香ちゃんのマイナス面の部分だけを集めた写真集を作ろうとしてるんだな。逆に売れそうだな。てかこの写真全部静香の変な顔の写真ばっかだぞ。静香ちゃんを案内するだけじゃなく、こんな写真まで盗撮してくるなんて、これってドッペルゲンカーの事件に似てない？確かにそうだな。じゃあこれをやったのは誰かのドッペルゲンカーってこと？おそらくそうでしょうね。先生、ここです。おいおい、なんだこれ。最近は何も起きてなかったのに。ちょっと前までドッペルゲンカーで結構事件って外しとって、先生が病んでたやつ。またこんな事件が起こるなんて。ちっ、めんどくさいことになったな。とにかく早く保健室へ運ぶぞ。わ、私手伝います。そして静香さんは運ばれていった。さて、今回の被害者は静香さんですね。ああ、顔に豚のマスクをかぶされ、マスクの下の顔にも罰印を抱えてて、おまけに見た目の良くない顔の写真をばらまかれていた。完全静香ちゃんのことを品を落とそうとしてる。なんだか今回の犯行は静香さんの顔ばかりを狙っているようにも見えるわね。そうだね。一体ドッペルゲンガーはなぜこんなことをしたんだ？静香さんは誰かに恨まれていたとか。まあ、それが妥当だろうな。とにかく、今回の事件は、おそらく、ドッペルゲンガーによるものです。早く調査を始めましょう。そうだな。よっしゃ、行きますか。進展あり。おっと。思った。今日は大丈夫な？思った。メインキャラクター昇格おめでとうだと思えるので、ちょっと思ったから話を聞かせてもらおう。あれは思ったくんですね。どうした？思った。どうした？泣いてるなお前。どうした？ガチャに20万突っ込んでガチャ回したのに一向にレアが当たらんで泣いてる顔してるぞ。え、思ったくんが泣いています。一体何があったんでしょうか。しろー、しろー、どうして泣いてるんですか。君には関係ないだろう。いや、ですが、もう、ほっといてくれよ。わかりました。追い返されてしまいましたね。何かあったのか気になりますが、ここはそっとしておきましょう。だけど気になるんやけどな。ドラム缶こんなところあったか？前まで。なんかすごい気になるドラム缶あるんやけど、これ。なんでこんなところにドラム缶が置かれてるんでしょう。めっちゃ気になるんやけど、こんなもんなかっただろ、前まで、お前。なんなん、これ、ポンって置かれて、お前。あ、先輩。あれは先生と、さより先輩ですね。あ、なんか珍しい組み合わせ。何をしているんでしょう。あ、好きなような、このさより先輩、見た目が。こういうショートヘア大好き。あ、先輩、あ、先輩じゃないわ。先生、お久しぶりです。よう、相変わらず元気そうだな。はい。先生の方は、去年よりちょっと老けました？やっぱそう見えるか？まあ最近、仕事に追われて大変だからな。
それに今は問題児ばかりのクラスを受け持つことになったし。そうなんですね。私のクラスを担任だった時とどっちが大変ですか？どっちもどっちだよ。お前らも問題児ばっかだっただろう。あはは、先輩、先生、ひどーい。なんか先輩って言ってしまう。なぜか先輩って言ってしまう。ねえ、先生。私、先生が担任でよかったな。なんだよ、突然。なんだこれ。何これ、金八先生の最終回みたいなセリフ、お前。だって先生、昔、私がスランプで走れなくなった時、慰めてくれたじゃないですか。あの時、超嬉しかったんですよ。ああ、そういや、そんなこともあったな。まあ、あれは珍しく、お前がへこんでたからな。あ、そうだ。そういや、もう進路は決まったのか？はい。第一志望の大学に合格しました。それは良かったな。大学でも陸上は続けるのか？はい、もちろん続けますよ。そうか、頑張れよ。それと、残り少ない学園生活、悔いのないよう楽しめ。ありがとうございます。先生も仕事頑張ってくださいね。はあ、めんどくせえ。先生、そこはめんどくせえ言っちゃダメだろ。お前なんで先生続けてるんだってぐらい言っちゃダメのセリフだぞ。お前、生徒の前だぞ。お前、へえ、先生はセル先輩の元担任だったんですね。初めて知りました。事件関係なかったけどな。うん。おっと、犯人として一番最初に思い描きそうな感じのキャラクター、やってやったぜみたいな顔してる。やってやったぜってみたいな顔してるぞ。おいおいおい。